こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦史です。今日ね、一個すごい勉強しちゃいました。昨日ご紹介したインターネットラジオみたいなね、放送されてるまさやさんのチャンネルでね、スイープ奏法という奏法、こういうっていうコードをこう一個ずつって弾くんじゃなくて、オルタネートだから順番にねってやるんじゃなくてってやるのが私手癖だったんですよ。でもね、これスイープ奏法ってのはちゃんと奏法として認められてるそうなんですね。ちょっとやってみますね。こういうね、とかこういうのって邪道だと思って、なるべくやめようと思ってたんですね。なるべくオルタネートでっていうのがロックギターのあるべき姿なんだって思ったんですけど、こういうっていうのがスイープ奏法という名前できちんとこう認知されてるっていうのがね、大変勉強になりました。ぜひね、これちょっと取り入れたいと思いました。やっぱりね、人間の手でオルタネート、オルタネートってこういうね、ドディダ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 って限界があるんですよ、人間だから。でもね、結局コードをこうやって壊していくとね、まだこう早くできる余地があるわけですよ。なるほどねと思って、そうか、早く弾けないですよ私、はっきり言って。でもね、コードを壊していく、コードを分解してね、一個一個の音をこうスイープハクハクっていう意味なのかな、プルルプルルっていうことをやっていけば、まだまだこう音を作れるね、可能性があるんだなっていうのが、ね、勉強になりました。ありがとうございます、勉強になりました。ちょっとね、こういうのも取り入れてプレイスタイルにね、今までちょっとはやめてたんですけど、どんどんやっていきたいと思います。あんまりちょっと俺の見本になんないからってごめんなさいね。ですね、これはね、勉強になりました。ありがとうございます。今後もね、頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。